はい、どうもクラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。本日やるのはこちら、お正月イベント新春ピョンと跳躍福招きということで、まあこれがですね、まあ毎年恒例のやつが、まあ今回も28日から1月8日までやるんで、皆さんもぜひともやってみてください。まあなんかギュッとウサギとか、まあ諸々がもらえるということで、まあ今回、まあっていうか前回が結構面白かったんで、まあ今回もなかなか面白いんじゃないかとフラちゃんは考えております。まあというわけで、どんな感じなのか早速見ていきましょう。はい、というわけで現地までやってまいりました。まあ現地でだいたい、まあこっちの方にですね、ああいましたね。おう、フラちゃん、間もなく新年を迎えることになるな。この時期は身も心も引き締まる思いじゃ。ところで清明の宮に移るなら送ってやろうぞ。よし、行きましょう。お、つうわけで毎度恒例のムービーが始まりました。霧の中に佇むのは、ドゥン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 ドゥーン。まあ、つうわけで、まあ、ムービーなんて見ててもしょうがないんで、まあ、各自で見てください。まあ、というわけで、まあ、来ましたね、毎年。なんか、一昨年くらいから今回のこの会場が作られたんですよね。まあ、これすげえボリュームだよな。いや、この圧倒的な、なんか、存在感というか、佇まいというか、いや、すごいっすね、これ、本当に。もう、圧巻なのは、ここ。やばい、この立体感と、そしてこの存在感、やばすぎる。細部まで作り込まれたこの感じ。まあとりあえずこのピンク色の人に話しかけていきましょうか。ここの東の会場からは美しい初日の出を拝むことができます。大切な方と一緒に新年を迎えたい場合は先にパーティーを組んでから連動は南の睦月で。あ、そうですか。ちなんか嫌味っぽいこと言われたな、おい、これ。まあ完全に独り身はお断りみたいな感じか。まあよくわからんが、よし。まあそういうわけで、まあとりあえずはおみくじやっていきましょうか。よし、まず再選で、まあもうこれ、お、10万まで入れられますよ。よし、じゃプロは10万入れてください。いいですね。ここで5ゴールドとかやるやつはマジでいいことねえから、今年っていうか来年か。フラちゃんはお賽銭を投げ入れ、大きく鐘を鳴らした。フラちゃんはお参りをした。おほほ、年のせいにわざわざ挨拶に来るとは良い心がけじゃの。よーし、福引券4枚、ありがとうございます。1枚あたり2万5000ゴールドの福引券入手することができました。確かなんか前回もう一回できたんですよね。あ、もう一回できるぜ、これ。ちょ、10万入れてみようぜ。これ、100万ゴールドさ、お賽銭入れたらなんかあるとかねえのかな。ちょ、なんもなかったわ。まあ、ちょっともしかしたらなんかあるかもしれないんで、まあ、ぜひとも皆さんやってみてください。俺はそんな無謀なことはしません。まあ、そういうわけで続いては本題行きましょうか。まあ、今回のこちら、新春福引マン。はいはい、年の瀬も押し迫ってまいりました。はじめましての方も、久しぶりの方も、こんにちは。まあ、今回、うさぎ年です。うさぎといえば力強い脚力。人生に様々な困難あれど、ぴょんぴょんと乗り越えて、今年も家庭円満を目指してまいります。今回も皆さんに挑戦していただく、まあ、バトルがあるということで、やっちゃいましょうか。ファンタスティック。そう来なくては。それでは張り切っていってみましょう。よし、クエスト受けました。そしてお待ちかね、挑戦するにあたって、あ、なんかプレゼント今回初めにもらえるらしい。まあ、前回もそうだったか。なんか袴と振袖といろいろ髪飾りもらいました。モダンな絵柄が描かれていて可愛らしい一品となっております。お花と髪の中よくわからんが、まあ可愛らしいらしい。まあそういうわけでバトルやっていきましょうか。心せわしい年の暮れを迎えることとなりました。主人の手伝いでやってまいりました。それでは発毛バトルの説明をいたします。今回のために特別に福男福女のスペシャルチームを結成しました。まあ前回がね結構面白い感じだったんで、まあ、今回はどうでしょうか。よし、やっていきましょう。家内安全正門来福エイヤー。はい、そういうわけでどうでしょうか。まあ、とりあえず強いでやっていきましょう。あれ、ちょ待って、なんかあれじゃね、前あーでもウェブニーが追加されてる。ヤンは前回もいたんすよ。で確か、まあ、ケイトじゃなくて、あ、あれか、魔剣士のあれらだ。だヤンは固定でウェブニーとケイトが追加されて、新年めでたくもっていうのも追加されてる。まあよくわからんが、ボコボコにしていきましょうか。あ、なんかお年玉来ました。お、なんかこれ受けたらなんか恩恵大きそう。ちょ、なんかもしかしたらもらえるゴールドが2倍になったとか、その辺あるかもしれないんで、ちょっと受けてみますか。どうだ。おい、あ、めっちゃテンション上がった。よし、いいぞ。え、からの、はい、ダークマターで、うるっとえい。まあ、あとはこんなカスども、邪縁波で一掃していきましょうか。あー、かゆいかゆい、かゆすぎる。それじゃあ俺はやれんな。さて、我の本気を見せちゃおうかな。
よし、じゃあ煉獄魔山で、うー、おいしょ、おいしょ、おいしょ、ワンパン消えよ。かゆい、かゆい。なんだその技は。あ、老化好き。うれー、気持ちいい。はい、それでは最後、とっておき、ダークマターで、おいしょ。お、君、やるね。君、ドラクエうまいね。よし、プラズマブレードでとどめさせてあげるね。おいしょ。気持ちいい。チーム、行く年来る年、2023をやっつけた。1分39。はい、というわけで、なんか前回、隠れなんとかがいたんですよ。なんだっけ、名前忘れちゃったけど、魔剣士クエストのあの、ヒロインみたいな人。その人がね、角からなんか見てたらしいんですよね。でも今回はなんかそれっぽいのがいないので、まあないんでしょう。よ、今年ももう終わりだぜ。年末年始といえばこれだよな。今回は攻撃力高めのメンツだったろ。豪快な爪の姉ちゃんはキレッキレで、まあ頭も決まっててかっこいいよな。毛玉の姉ちゃんはあんな可愛いのに、お国じゃ兵士をやってるらしいぜ。あ、そうだったんだ。知らんけど。まあ、ベブニーさん。お疲れ様です。負けて悔しい雲でありますが、とっても心躍るバトルでした。ところで、見てほしいする、この美しくも可愛らしい着物を私のために用意してくれたのですし、このお祭り会場で、ヤンさんに声をかけなくて、よかわいいか、気がしておりを自慢する。だって、よくわからんが。ベラミー負けちまった。今のを今年最後の大一番にしたくねえ。そうですか。しかしあんたも今までいろんなところに行ったが、こんなに賑やかで楽しげる祭りに参加するのは初めてだ。そうですか。まあそういうわけで、はい。まあ今回は、なんだろう、前回はね、そのバグがあったんだよね。他の戦ってる人らも全員ごちゃ混ぜで見えるっていう、なんか結構面白おかしくなってたんだけど、さすがに今回は、まあそれがなくなってるらしい。はい、そういうわけで、福引券29枚に、まあ名声とか手に入れて、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、あとは10周年福引にギュッとウサギ、それを入手することができました。さてさて、私の独断でワイフも一緒に手伝えるようなイベントを準備したわけですし、仕事とはいえ大切な結婚記念日を一緒に過ごせないのはなんとも心苦しいですからね。ウサギは子沢山で子孫繁栄のシンボルと言われているんですよ。そうですか。まああなたったらポッ。今年は日常で幸福を感じたら周りの皆さんも幸福を分けてあげたいものです。そうそう、清獣ウーさんが屋台並びの一番西側の屋台でお店を始めたらしい。もし生命の宮について案内が必要だそうですか。わかりました、行ってみます。あ、この人ですかね。清獣さん、ラーいい年を我ら12の清獣、星は巡り年は改まり、まあ、うんたらかんたら、新年を司る聖獣は幸福の象徴、ぜひ会いに行ってください。4の聖獣ウーは屋台にいます。屋台にいるんか。まあというわけで、まあもろもろ終わったことですし、とりあえずおみくじをやっていきましょうか。1回500ゴールド、よし頼む。心を込めておみくじを引いた。こいこいこい、今日ちょ、あ、すいません、ラッキーカラーミノザ。心を正直に行動すれば運気も変わるでしょう。え、ちょ、なんか新年早々最悪な気持ちになったんだけど、まあちょっとまだ新年には早いけど。あれ、おみくじの中にこんなものが入っていました。金塊10個。あ、ありがとうございます。新しい年が良い年になりますように。そうっすか、ちょっとなんか最悪な気持ちです今。こちらでは新年の祈願のために絵馬とお願いの花びらをお分けしております。よし、そうしましょう。買いましょうか。まあ、まず、絵馬と、あと花びら、これを買いましょうか。まあ、あとは、さっき撮ったね、今日というおみくじ。ちょっと、これ、もう、やっちゃおう。よし、頼むぜ。よし、おみくじ結んで、もう、これでもう大丈夫。俺はもう、多分、いい年になれるはず。んで、あとは、絵馬を飾りましょうか。よし、願い事を書こう。まあ、とりあえず、こんなもんか。まあ、前回はなんか、運営さん、いつもありがとうございます、みたいな言ってたけども、はい。YouTube の再生数といいねの数を3倍にすると、そういう目標を立てて、ちょっと今年はやっていきたいなと思います。もうガチですね、ガチ。ガチめのお願いで、もう今回はね、自分の欲を満たしますよ。よし。まあ、という、よし、願い事叶うといいですね。まあ、あと他の人の絵馬もちょっと見ていきましょうか。プリンさん、フレ様、いつも遊んでくれて感謝、広報、なんか俺以外なんかほとんどいなくね俺。あ、なんか他のところ見てもなんか全然同じっすね。なんかあんま時間経ってないからまだ、まあなので反映されてないんでしょう。まあちょっと時間経ってくるとね、まあ〇〇くんとは今年もいい一年でありますようにとか、〇〇ちゃんと結婚できますようにみたいな、まあそういうちょっとのろけが始まってしまうんで、まあそういうの見る前にさっさとちょっとどっか行きましょう。こちらでは福袋を取り扱っております。あら、可愛いドアコちゃんですね。よし、とりあえず全部くれ。あ、一点限りらしい。
1万ゴールドで買いました。ありがとうございます。よろず屋とかもありますね。まあ、ここでは何が売ってるんでしょうか、見ていきましょう。あ、傘とか売ってますね、これ。いろいろと、ちょ、これ黄色とかなんかその辺もらいましょうか。青とか結構かっこいい。よし。あとちょっとおめでたこ焼きを、ちょっとそうですね、600個ほどもらいましょうか。また、小福餅の方もちょっと600個ほどいただきましょう。ありがとうございます。隣はぬいぐるみ屋らしいですね。まあ、これを見ていきましょうか。あ、でもこの姿じゃ接客できないかも。お客さんは今まで手が届かない。どうすればいいのかな。こうすればいい。よし、これなら手が届くぞ。あ、まさかの男だった。よし。じゃあ、はじめまして。僕は4の聖獣、ウーと言います。12の聖獣には、そうっすか、まあ、いろいろあるらしいんで、まあ、ちょっとよく読んでください、皆さん。まあ、たくさんありますね。前回とか、まあ、いろいろ多分、まあ、その辺が今回全部変えるみたいな感じでしょうか。まあ、別に自分はギュッと系はつけないんで、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、欲しい人は買ってみたらいかがでしょうか。お、というわけで、新作家具もありますよ。楽しいですね。壁掛けうさぎの、これなんていうの、ご地区よくわからんが、よし、これ買いまして、祝い台、これも買いましょうか。うさぎの和ダンス、これも買いましょう。まあ、というか、せっかくなんで、あの、袴とか振り袖とか着てみましょうか。うい、からの髪飾り、あとギュッと系もつけちゃおう、これ。あ、傘がなくなっちゃう、じゃあこれでいいや。よし、あ、いいですね、なかなか、うん、素晴らしい。まあ、あと花火とか欲しい人はぜひとも買ってみてください。まあ、虹なんか結構転売にいいと思う。よし、これ買おう。さっきからなんかちょっといいねしてほしそうな感じで、俺の周りうろうろしてるんで、ちょっといいねしてあげましょうか。よし、立ち止まりましたね。なんだ、固まったぞ。あー、ありがとうって言ってる。あ、いいですね、素晴らしい。うん、まあ、あとは先ほど購入した、まあ、こちら花びらですね。これをちょっとここに流していきたいと思います。叶えたい願いがあるのでしたら試してみてはいかがでしょうか。願いの花びらはそこの川床から川に浮かべることができます。願いの花びらをお持ちでなければ、まあ、買ってください。よし、じゃあここから流しましょうか。花びらを浮かべて願いを唱えますか。これ事前に多分願い考えとかなきゃダメだよね。よし、行け、どうだ。あ、ちゃ、いやー、こ、願い3回行け。鼻からスパゲティが食べられますように、鼻からスパゲティが食べられますように、鼻からスパゲティが食べられますように。よし、多分願いが叶った。ありがとうございます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、あらかた遊べたんじゃないかなって思いますね。まあ、結構今回もね、やることも多くて、まあ、たくさんあって、であとは初日の出とかゲーム中に拝めることもできるんで、なので年明けになったら、まあ、31日から、まあ、1月1日にかけて0時18分に日の出が上がるらしいので、アストルティアの初詣を楽しみたい人は、まあ、ぜひともそんな感じにやってみてはいかがでしょうか。まあ、あとはこちら和傘の福袋、まあ、これちょっとやってみましょうか。これで、あ、ちょ、さっき買えるやつだ。だ、今回はお花じゃない、レア花じゃなくて、今回はこの今装備している傘、ランダムでもらえるっぽいので、なので福袋を開けてから取っていない傘を、まあ、たくさん買うっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあ、あとは最後に、まあ、どんな感じの庭具とか家具がもらえたのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。どうも今回全部家具らしい。まず祝い台置いていきましょうか。お、祝い台、なかなか小さめですね。で、あとは、まあ、こちら、壁掛けうさぎの、なんかこれ。あとは、うさぎの和ダンスということで、あ、なかなか、これは別に正月じゃなくても全然いい感じですね。まあ、まずこちらの祝い台見ていきましょう。触る。あ、でけえ。やべえぞ、これ。いや、マジで、あの、マグロ？マジで。ちょ、やばい。これ、タイじゃない。もう、もはや。結構美味しそうですね。なんか、見た感じ。なんか、運営結構、魚にこだわりがあるんで、なんか前、カニがね、ちょっと足の向きが違うって、まあ、それ言われてから、なんか、そういった生き物系に関しては、ガチガチに力を入れて、そういう道に詳しい人たちに、ちょっとデザインとか聞いて作ってるらしいっすよ。ので、今回もなかなか、いい感じのタイですね。で、次がこれ。ちょっと読み方よくわからんやつ。触るとかある。あ、ちゃんと巻き上げるとかこういうのありますね。で、これ多分あれだね、なんか読み方としてはさ、すだれだね、おそらく。いや、こんな小難しい漢字で書いてあるからちょっとよく分かんなかったけど、まあ、これ見れば見るほどすだれじゃないですか。まあ、多分すだれだと思うんですよね、読み方。それでタンス、まあ、しまう、動かす。あ、でもこれはむちゃむちゃ立派っすな。
これはぜひとも欲しい。この木材の感じがなんかいい感じにこう再現されてるというか、ほら木目までさぴっちりよこれ。まあつうわけで今回もなかなかね無課金の割にはというかむちゃむちゃクオリティが高いものをたくさんいただきました、まあ、ありがとうございます。つうわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。